オーギュスト・コント、社会学の創始者社会科学の哲学、または社会科学哲学とは、社会科学において用いられる論理や方法論を研究する分野。科学哲学や科学的方法の一分野としても扱われ、類似する分野に社会哲学や社会理論、理論社会学などがある。社会科学の哲学者の扱う問題には、 社会科学と自然科学の間の差異と共通性、社会現象間の因果関係、社会法則の存在の有無、構造と行為主体性の存在論的意義などがある。オーギュスト・コントフランスの社会学者、オーギュスト・コントは、実証哲学講義において、実証主義を認識論的視点から導入し、また、実証精神論を出版した。実証哲学講義の五巻のうち、 最初の3巻ではすでに存在した物理科学を主に論じ、残りの2巻では社会科学を論じ、その中では社会科学の必然的到来が強調されている。科学における理論と観察の循環的関係を考察し、諸科学を分類したという実績により、本度は近代的意味における最初の科学哲学者としてみなされうる。物理科学が最初に登場し、 それに続き、人間社会そのものを扱う困難で複雑な諸学の女王たる社会科学が現れ、両者を適切に接続する試みがなされるとされるが、この順序はコントによると必然的なものである。実証精神論は従って、社会学的方法論の経験的目標を詳細に定義する先駆的な書き物であった。コントによる社会進化の説明においては、 社会は真理を探求するための3つの段階を踏み、3段階の法則という一般法則に則っ,って進歩していくとされる。これはマルクスが提唱した共産主義社会を到達点とする人間社会の発展モデルに類似しており、コントとマルクスは共に初期空想的社会主義者のアンリド・サン三指紋から強い影響が認められ、コントは三指紋に直接支持していた。今日 コントとマルクスの両者は、欧州の世俗化が進む中で、宗教的信念とは無縁の新たなイデオロギーを、科学的に作り上げようとした人物として見なされている。ハーバート・スペンサー黎明期の社会学者、ハーバート・スペンサーはコントへの反応として登場したと、言える。スペンサーは、進化生物学の発展を受け、社会学の最低式化しようと試み、現在の言葉で言うところの、 社会ダーウィニズム的観点から書かれた論考を発表した。ただし、スペンサー自身はダーウィン主義ではなくラマルク主義の支持者であった。エミール・デュル・ケーム近代的学問分野としての社会学はエミール・デュル・ケームとともに始まった。デュル・ケームはコントの哲学の大部分を否定する一方で、その方法論を受け継ぎ、政治化した。デュル・ケームは 社会科学を自然科学を人間活動に適用したもので、両者には論理的連続性があり、同程度の客観性、合理性、そして因果的説明力があるとして論じた。1895年には社会学的方法の基準を発表し、次のように論じた。我々の主要な目的は、科学的合理主義を人間活動にまで拡張することである。 実証主義と呼ばれるものはこの合理主義からもたらされる、帰決の一つに過ぎない。デュルケームの代表作、自殺論はカトリック教徒とプロテスタント信者の間の自殺率を考察するケーススタディであり、そこでは、社会学的分析が心理学的分析や哲学的分析とは異なるものだとされた。しかし、こうした精緻な研究にもかかわらず、実証主義は、 科学主義という概念と長く混同されてきた。科学主義とは自然科学の方法論が哲学、社会科学、その他の別を問わず、あらゆる学問分野に適用可能だとする主張である。現代では社会科学者や歴史家の間で、正当的実証主義の人気が廃れて久しい。今日、社会科学や物理科学の研究者は観察者バイアスと構造的制約によって、 研究結果が歪みを帯びるという事態に自覚的である。この種の会議主義が促進されたのは、トマス・クーのような哲学者の仕事や、批判的実在論、ネオプラグマティズムといった新たな哲学的運動によって、科学の演劇的説明モデルが弱められてきたことによる。実証主義はまた、科学技術による社会発展の必然性を信じる処理。 テクノクラートラによって擁護されてきたとされ、ユルゲンハーバーマスは純粋な道具的合理性を科学的思考法がイデオロギーそのものに似た何かへと変貌したことを意味するものだとして批判した。デュルケーム、マルクス、ウェーバーの三者は現代の社会科学の不礎としてたびたび引用される。心理学では実証主義が行動主義に好まれてきたという歴史がある。 いかなる学問分野においても科学者のプロジェクトを下支えする哲学的前提が常に一定数存在する。これらの前提の一部は社会的知識や社会的現実の本性、そして人間による行為の統制の所在に関するものである。社会科学が自然科学の方法論をどの程度模倣できるかについて研究者たちの見解は一致していない。 初期の社会科学の実証主義者たちは、社会現象は伝統的な科学的方法を通じて研究されうるし、またそうされるべきだと論じた。この立場は、科学主義、自然主義、また物理主義と近接している。つまり、あらゆる現象は、究極的には物理的実態と物理法則に還元されるという強説である。自然主義に反対する陣営には、 理解的方法主義者を含むが、彼らによれば人間の行為を研究するためには解釈学的アプローチが必要であり、それは自然科学とは根本的に異なった技術だとされる。社会科学の哲学に与えられた根源的な課題とは認識論的基盤と照らし合わせた上で実証主義がどの程度科学的であると言えるかを特徴づけることなのである。これらの論争はまた、 現代の社会科学の内部でも激しく湧き起こっており、主観性、客観性、真主観性といった概念や理論と研究の遂行における実践の位置づけなどが問われている。社会科学の哲学者はさらに深い認識論的、方法論的問題にも取り組んでおり、実在論、批判的実在論、道具主義、機能主義、構造主義、解釈主義、現象学、 ポスト構造主義といった概念が扱われている。19世紀後半以降の実質的にすべての主要な社会科学者は社会科学が自然科学とは異なる課題と直面していることを認めてきたが因果関係を特定する能力については科学のメタ理論で行われたのと同じ論争が社会科学にも湧き起こってきた。実証主義はしばしば 素朴な経験主義から生まれたものだというギガ的な捉え方をされるが、実のところこの概念には、コントの著作に始まる委員学団やそれ以降にまで広がる射程を持つ豊かな歴史がある。同様に、実証主義が因果性を同定できるとすれば、それは、カール・ポパーが提唱した批判的合理主義的、非正当化主義にも同様に開かれているはずであり、 またそれ自体空運による認識論的パラダイムシフト概念を通じて議論されるべきである。ビルヘルムディルタイのようなドイツの初期解釈学者たちは自然科学と社会科学を区別した選抜である。この伝統はマックス・ウェバーやゲオルグ・ジンメルの反実証主義だけでなく批判理論にまで強い影響を与えた。九百六十年代以降、科学の演疫的説明モデルが 弱体化していったが、それは、科学主義あるいは、イデオロギーとしての科学に対する批判と足並みを揃えて進んでいった傾向だった。ユルゲンハーバーマスは、社会科学の論理に寄せてにて次のように述べている。実証主義者が夢見る統合された科学、すなわちすべての科学が一つの自然科学的モデルの元に吸収されるという定税は破綻している。なぜなら、 社会科学と歴史学の間には親密な関係があり、これらの学問は具体的な状況に基づいた意味理解の上に成り立っており、それは解釈学的にのみ解明されうるからである。象徴的に構造化された現実の理解は観察のみでは到達し得ないのである。理解社会学理論は現象学的な著作にて中心的に扱われており、代表的な文献としては、 アルフレッド・シュッツ、社会的世界の意味構成、ハンス・ゲオルクが黙、真理と方法がある。現象学は後に登場するポスト構造主義者たちによる主体中心的な理論においても影響力を持っている。20世紀半ばの言語論的展開により非常に哲学色の強い社会学が登場し、また知識の社会的獲得に対する、いわゆるポストモダン的視点が導入された。 社会科学に対する顕著な批判の一つは、ピーター・ウィンチが、ウィト・ゲンシュタインの影響下のもとに上司した、社会科学の理念に見られる。ミシェル・フーコーは、言葉と、ものにて有力な批判を提供したが、ハーバーマストローティは、フーコーの批判は、一つの思考システムを別のシステムで単に置き換えた、ものに過ぎないと断じている。社会心理学者が抱える。 根底的問題の一つとは、自分の言っている研究は、素朴心理学と同様に、社会的行為の背後にある意味や、意識の観点から理解し得る、あるいはすべきであるのか、それともより客観的、自然的、物理主義的、行動主義的な事実を集中的に研究すべきであるのか、という問いである。この問題は、意識、連想的意味、心的表象といった質的、 心理的現象を扱う社会科学にとってとりわけ重要性を持っている。なぜなら意味の研究を拒絶することによりこうした研究が非科学的なものとして分類されることになるからである。精神力学、シンボリック相互作用論といった影響力のある伝統的理論がこうしたパラダイムシフトの最小の犠牲となった。これらの異なる立場の背後に潜む。 哲学的問題は、ある特定の方法論に立脚するものだが、それはしばしば党派心の強いものの縄張りを犯してきた。しかし、多くの研究者は一つの方法に関わりすぎる、協情主義者に対して忍耐力を持たないことが示されている。社会科学研究は、政治組織やビジネスの現場において、非常に一般的かつ実際的効力を持ち続けている。マイケル・ブラウイは、 社会学を分類し、実践的応用に焦点を当てる公共社会学と他の社会科学者や哲学者との対話を重視する学術的社会学の作用を強調した。構造と行為主体性の関係は社会理論における普及の論争対象となっている。この文脈における行為主体性とは個人が独立的に行為し自由な選択を行う能力として定義される。 また、構造とは、個人の選択と行為を制限する、もしくはそこに影響する要因として定義される。ここでの要因とは、社会階層、宗教、ジェンダー、民族性などである。構造と行為主体性のどちらが優位性を持つかに関する議論は、社会存在論の中核をなしている。ポストモダン的批判と、社会科学の包括的な研究を調停する。 試みの一つとして、特にイギリスで発展した批判的実在論がある。ロイ・バスカーのような批判的実在論者によると、伝統的な実証主義は認識論的語尾に陥っており、科学を可能たらしめている存在論的条件である構造と行為主体性を扱い損ねているという、ありがとうございます。